チャーチルダウンズ競馬場は、アメリカ・ケンタッキー州、ルイビルにある競馬場。ケンタッキーダービーが行われることで知られる。コースは楕円型で、ダートコースは一周1マイル、ゴールまでの直線1.87ハロン。第2コーナーに、ポケットがあり1マイルの競争まではこのコースを使用。芝コースはその内側にあり、一周7ハロン。アメリカの競馬場の中ではゴールまでの直線が、 比較的長いことが特徴とされている。以下は2019年に行われた主要グレード競争。1901年当時のチャーチルダウンズ競馬場、チャーチルダウンズのあるルイビルでの競馬の歴史は、競馬場建設より古く、1783年にダウンタウンの街路で草競馬が行われ、その後1789年にはルイビルで最初の競馬場が建設された。 一方で事業としての競馬場運営はうまく、成立せず、チャーチルダウンズ建設より少し前の1870年には、ウッドローン競馬場が潰れたばかりであった。1872年、ルイビルの競争場生産者はこの状況に、ルイス・クラーク探検隊のウィリアム・クラークの孫である、メリウェザー・ルイス・クラーク・ジュニアに、競馬場の建設と運営を依頼した。クラークは、 新しい競馬場を建設するにあたってまず、ヨーロッパを視察し、イギリスのダービーステークスなどの大競争、フランスでの馬券投票システムなどを学んできた。そして帰国したクラークは、イギリスのダービーを模範とした、ケンタッキーダービーの創設と、それを含めた一連のレース体系の確立を提唱。今後10年以内には、ケンタッキーダービーの優勝馬が、今まで、 以上の値段で売れるようになると予言した。クラークは1874年にルイビルジョッキークラブドライビングパーク協会を設立320人の支持者から100ドルずつの出資を受けて資本金3万2000ドルを集め市の中心部から南に数マイルのところにある土地を建設地に選んだ。その土地はクラークの叔父であるジョンとヘンリーのチャーチル兄弟の所有地で チャーチルダウンズの名前はそこに由来した。建設費用はことのほかかかり、グランドスタンドの建設費用が危ぶまれたが、地元の商人である WH トーマスが融資してくれたことで建造することができた。1975年の春に競馬場は完成し、1975年5月17日に初の開催日を迎えた。初日に行われた ケンタッキーダービー、ケンタッキーオークス、クラークハンディキャップはそれぞれイギリスのダービーオークス、セントレジャーステークスを模したものであった。しかし、クラークの運営は、順風満帆ではなく、生じた損失を、クラーク自身の財布から埋め合わせている状況であった。一部報道によれば、1893年の秋、開催で生じた損失を埋めるために3800ドルを自費から投じたという。 別の報道では、1894年春開催で8000ドルの赤字を出し、その責任をクラークが負ったという。また、クラークは自身の報酬1万000ドルを受け取らなかったとある。クラークは、この1894年春を最後に代表者を退いたが、1899年に自殺するまで、依然として決裁委員を務めていた。 チャーチルダウンズの運営は以後も苦しかったものの、1902年にマット・ウィンが運営に関わるようになると状況は好転し始めた。ウィンは廃場寸前であったチャーチルダウンズの買い取りのために市民ファンドを組み、その競馬場代表者をルイビルの市長であるチャールズ・グレインジャーに任せ、自身は副主配人に就任した。ウィンの手腕は内外に及び、 クラブハウスの改修や地元名詞への支援の呼びかけのみならず、チャーチルダウンズに不利な開催日程を押し付けてくる同業他社が支配する競馬協会を離脱、新しい協会を組織して、これを叩き潰している。1908年にルイビル市長も兼任していたグレインジャーが性的な理由で攻撃され、ブックメーカー方式の賭け事が禁止されると、ウィンはパリミチュエル方式に切り替えて、 運営を続ける抜け穴を見出し、その運営を継続させた。この事件以後、アメリカ各地で、ブックメーカー方式が廃されて、パリミチュエル方式が主流となっていった。当時まだ、チャーチルダウンズは、主流の競馬場ではなかったが、1911年に、ニューヨーク州で、競馬開催が禁止されると、ウィンはマスコミを通じて、大いに宣伝、以後徐々に、東部の有力場が揃い始めていった。 1915年にヒン馬のリグレットがケンタッキーダービーに優勝。これにより競馬場の名声が大きく広がった。ありがとうございます。